ある限り君は Dream of Love 守り続けてゆく戦士たち立ち上がれ一つになれ Get wild 暗闇に解き放つ勇気の炎絶対諦めない心に変わる些細バトル Love is free 未来を信じてていつも Dream of love輝いてくいつだって Be strong ビッグコンボイ惑星ステローからカプセルの反応がよしなんだか反応がいつもより弱々しくないかでもこれは間違いなくアンゴルモアカプセルよよっしゃとりあえず行ってみようぜ何かあればまず確認するのが任務の第一だもんねうんよかろう惑星ステローからカプセルの反応をキャッチしたビッグコンボイたちはブレイク、マッハキック、スタンピーの3名を探索に送り込んだおいスタンピーカプセルはどっちだよまだわかんねえのか?だから、今やってるでしょ?ブレイクはスタンピーがいないとカプセル一つ発見できないのか?なによーよし探してやろうじゃねえかどちらにしようか…こっちだあら…それは素人の判断じゃないのかい?まあまあ、僕が探すからあ、なにやら移動物体がなんだ？あ？あ？なんだありゃ？この惑星の住人か？サイバトロンの訓練兵が3名か熱血教官サバイブおかしいななんか変ですよこのカプセルの反応はあなんだ付き合いうわブレイクよりゃ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 いきなり攻撃かこの野郎もう分かったブレイク変身スタンピー変身マッハキック変身戦士たるもの常に前進あるのみなんつうバカ力だハニークロスいきなりとは卑怯な野郎だぶっ飛ばしてやるブレイクアンカー待ってください相手はどうやらサイバトロンのようです見てくださいなんだと間違いありませんそんなの偽物に決まってるデータでは確かにそうだがどうしたどうしたもうへたばったのかとりあえず救援を呼びましょうガンホー応答してくださいどうした今惑星ステローから SOS 通信らしき電波があったんです
でもすぐ途絶えちゃいました。もう一度確認してくれ。イエスサどうしたこの未熟者たちめ。これ式のことでだらしないぞ。でもあなたはサイバトロンじゃ。確かに俺はサイバトロンだ。だったらなんでいきなり俺たちを攻撃してくんだよ。俺も任務だ。全員整列。俺はもう嫌だよ。グズグズ言っとらんでさっさと立たんか。番号123。ってあんた何者なの。指導教官に向かってその口の聞き方は何だ。指導教官サバイブビーストモード。あなたはオニグマと恐れられたサバイブ教官。オニグマは余計だ。直ちにお前たちの司令官ビッグコンボイを呼べ。はい。 SOS 通信じゃないぞ。集合だ。惑星ステローから通信です。サバイブ教官が直ちに集合せよと。サバイブ教官が。お知り合いですかビッグコンボイ。ああ昔世話になった。どうしたのあなたたち、そんなに怯えて。ナビは知らないんだな。サバイブ教官は鬼軍曹なんだな。めちゃくちゃスパルタで有名なんだぜ。情報将校キラーパンチ転送準備完了。転送キラーパンチ変身。マグマトロン様、お目にかかれて光栄です。で、いい情報とは何だ。は、どうやらビッグコンボイがサバイブ教官の呼び出しを食らったようで。それで。はい、二人は昔から何かといがみ合っていました。ですから必ず争い事を繰り広げるかと。そこを襲えばビッグコンボイを倒すチャンスが。うん、試してみる価値はありそうだな。よし、ガイルダード、やってみるがいい。はキラーパンチの言うことなど当てになるものか。ビッグコンボイ部隊集合しました。貴様たち、そんな格好で戦闘ができると思っているのか。フリアフリアフリア。ハイラット変身。トラダ変身。ロンラク変身。サバイブ変身。ご無沙汰しております、サバイブ教官。ん、今日はまた何の御用で。何の御用だと。ふん、相変わらずだなビッグコンボイ。まあいい。本部より指令が来た。ビッグコンボイが司令官となり随分経つが、どのくらいの成果を上げたか見てくるようにとのことだ。そこで早速様子を見に来たところ。なんだこのざまは、ビッグコンボイ。この発信機から偽のアンゴルモアカプセルの反応を出した。偽だったんだ。お前たちには本物のカプセル反応を識別する能力もないようだな。この機械を使えば密に集まる虫のようにひ弱な奴らがフラフラと近寄ってくる。そこでどんなもんかと試しに攻撃を仕掛けてみれば、あっという間にヘナヘナだ。話にならん。訓練なら訓練と初めから言ってくれれば。バカ者、戦闘に訓練も実践もあるか。ビッグコンボイ、訓練兵たちはまるで鍛え上げられておらんようだな。貴様のやることだ、俺は心配していたんだ。ビッグコンボイ、なぜ貴様は自分勝手な行動ばかり取るんだ。返事をしろ。私の信じるままに戦っているまでです。一匹狼のつもりなのか。そんなことでは部下を率いる司令官にはなれんぞ。貴様のことだ、どうせ部下たちもほったらかしなんだろう。そんなことはありません。ビッグコンボイはあれこれと指導してくださり。長官に口答えするな。それに貴様たち、武器に頼ってばかりいてはいかん。え、そんな。
武器は戦う時に使うもんじゃねえのか。それが常識なんだな。だよな。戦闘の基本は肉弾戦、すなわち体当たりだ。どうするビッグコンボイ。このことを本部に連絡すればこの部隊は即解散だ。サバイブ教官、ぜひもう一度チャンスを。今度はドジ踏まねえぜ。ああ、ガツンとやってやる。多分。ふん。どうした？何？デストロンが？デストロンだ！おい、見たことねえ奴が一人いるぜ。僕、帰るね。スリングにガイルダート、それに新顔はキラーパンチか。よし、ちょうどいい。お前たちにもう一度チャンスをやろう。訓練兵たちは俺の指揮下に入れ。この実戦が戦士としての試験と思え。いいな。イエスサー。ビッグコンボイ、お前は手出しをするな。よし、行くぞ。俺に続け。なんだあいつ、自分だって武器使ってんじゃねえかよ。煙幕は武器のうちに入らねえんじゃねえのか。なんだなんだ、何も見えん。あいつら。分かってますね。みんなこれに失敗すれば僕たちの部隊がどうなるか。おいブレイク、二度と失敗すんなよ。うっせえな。おめえに言われなくても分かったろ。なんだよその言い方。失敗したのはお前だろうが。まあまあまあ、二人ともそれどころじゃないんですから。ただデストロンを倒すんじゃなくてサバイブ教官に合格点をもらわないとダメなんですよ。そうそう、その通りなんだな。おいキラーパンチ、ビッグコンボイとサバイブはいがみ合ってるんじゃなかったのか。今に始まるさ、味方同士の争いが。その時がチャンスだ。作戦を伝える。ここに奴らを誘い込み、周りを固めた俺たちが一斉に体当たり攻撃を仕掛け、デストロンたちを殲滅する。イエスサ。体当たり攻撃って一体何なんだよ。なあ、僕にも分かりませんよ。そこの二人、ごちゃごちゃ話をするな。えい、ハインラッド、お前がおとりになれ。僕がおとり。いや、おとりなら俺みたいなすばしっこい方が。いちいち俺の作戦に口を挟むんじゃない。それでは全員直ちに位置につけ。ブレイクは正面、コラーダは右、ロングラックは左、スタンピーは後方。イエスサー。なんていちいちあの野郎に命令されないといけねえんだよ。おーい、連れてきたんだな。マシーンズ。俺の命令で一斉に体当たり攻撃を食らわす。あいつ頭買ってんじゃねえのか。ミサイル打ち込めばそれでいいじゃねえかよ。そうですよね。いいか、撃つんじゃないぞ。こちらの居場所が敵に分かってしまう。待てと言うだ。ちょちょと、おいおい、いいな、撃つんじゃないぞ。早く応戦してほしいだな。まだまだ、このままじゃ僕が危ないんだな。うわ、もう待てねえよ。そうです。こら、貴様ら、撃つなと言っただろう。肉弾戦の距離になるまで待て。仲間が攻撃されてんのに待ってられんかよ。うわ、なんで味方を攻撃すんだ。命令違反には厳しく対処する。これはいかん。よし、この作戦はひとまず放棄する。俺に続け。感覚を上げるな。隊列を整えろ。ビッグコンボイだったらこんなこといちいち命令しないぜ。確かにビッグコンボイは臨機応変だ。俺たちを信頼してくれてるのかな。おいおい、挟み撃ちかよ。罠にはまってんのはサバイブ教官じゃねえのか。何を慌てている。戦いの基本は肉弾戦だ。各自、敵を見定めろ。前進前進前進あるのみ。うりゃ、えー、そ
体力消耗するだけじゃねえか。なんだなんだお前たち、戦法変えたのか。面白え。こんなから目をそらすんじゃない。味方を助けるのがいけねえのかよ。もう我慢ならねえ。いつも通りの俺たちの戦いを見せようぜ。賛成だ。臨機応変で行こう。ブレイクアッカー。ありがとうブレイク。お前たち勝手なことを。ビッグコンボイのわがままがそのまま部下に浸透しているのではないか。俺の言うことを聞け。だから肉弾戦やってんだろ。はいや、脇からごちゃごちゃ言われっと気が散るじゃねえか。サバイブ、ビッグコンボイがお前の悪口を宇宙中に言いふらしてるんだぞ。放っておいていいのか。ビッグコンボイがそんなことをするはずはない。あいつは俺の教え子だ。何？ヘッドパンチ。こうなりゃお前を倒してマグマトロン様の手土産にしてやる。サバイブ教官が危ない。でも助けろなんて命令は出てねえぜ。サバイブ教官、邪魔するな。まずい。覚悟するんだなサバイブ。みんな、一人前のサイバトロン選手になったことをサバイブ教官に見せてやろうじゃないか。おう、待ってました。肉弾戦にこだわるな。それぞれ自分の得意な武器を思い切り使って戦うんだ。イエスだ。こんやろめや。はい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 。うわっ、どこへ。うおぉ、マッハギック。任せろ。大丈夫ですか、サバイブ教官。ハインランド、ハイナー、スタンピー。はい、キラーパンチは右肩の装甲を狙えば。よし、みんな正面に追い詰めろ。ビッグキャノン、ゴー。ディーナビ、転送してくれ。しょうがないわね。まとめて転送。美しくない。マグマトロン様、このキラーパンチのやつ、情報将校とは名ばかりで全然話が違います。ですからキラーパンチの言うことなど聞く価値はなかったのです、マグマトロン様。ディナビ、キラーパンチを宇宙の果てに送り届けてやれ。いい考えね。役に立たないやつはそれが一番。マグマトロン様、そんな。戦争準備完了。うわー、戦争やめてね。ビッグコンボイイカ全員集合しました。でしょう、合格なんでしょうか。ああ、ブレイクのやつ命令に逆らったりしたからな。解散、以上。以上ってどういうことなんですか。さあ行くぞ。我々にはアンゴルモアカプセル回収の任務がある。でも合格とも不合格とも。あれがサバイブ教官なりの合格のサインだ。サバイブ教官、カプセル回収の任務があるので我々はこれで失礼します。ビッグコンボイは安心したぞ。お前はお前のやり方でちゃんと鍛え上げているじゃないか。はありがとうございます。いい舞台だ。ビッグコンボイ司令。
任務遂行を期待しております。さあ行こうか、クルーワン。新たな士官候補生たちが待っているぞ。鍛え上げてやらんとな。どうしてわざわざサバイブ教官が来たんでしょうね。久しぶりにビッグコンボイを怒鳴ってみたかったりして。劣等生だった私を心配して様子を見に来てくれたのかもしれない。あのオニグマが。でもさすがビッグコンボイ、あのサバイブ教官でさえ文句のつけようがなかったんですから。改めて尊敬しました。いや、お前たちを鍛えたのは私ではない。これまでの数々の危機や困難がお前たちを立派な戦士に育てたのだ。また私らしくないこと。旅を続けてるといろんな人と出会うんだな。ああ、強いやつ、弱いやつ、丸い人、四角い人。でも一番顔の長いのはマッハキックなんだな。ヘッ！誰か俺の悪口言ってるぞ。超生命体トランスフォーマービーストウォーズネオ第24話、集まれ新戦士たちをお楽しみに。ああ。